見てるよ、見てる見てる、あー、いろんなとこから来る、アイコニック。始まりました。 MAT が乗ってきてしまってる。スポイトがリープソートした。あー、いっぱい来るいっぱい来る。一人は持ってった。ただヨガ、いや、 MAT が乗ってきてしまった。まずいぞ、これまずいですね。流れとしてはちょっと MAT タイムアウトからすごい吹き返し、一気吹き返しましたね。そしてここでチカができる。チカはただブリッド取ってますよね。4人で取ってますね。かなりでも最初のエントリーだったりエントリーのカバーのラインから拾っていくプレーできちゃってますし、ちょっとあのアイコニックの動き止めれてないですよね。前目にこう来てとか、ロックをすり抜けてとか。アイコニック一人でやってますよね。今ニトロセルで記念飛ばしてからそのまま記念エントリーしてリテイクして、いや、これはかなりもう選手個人がこうカバーできる範囲ではないので、もうノマドで止めるだったりライオンで動き止めながら戦うだったり、オペレーターが自分たちがやりたいオペレーター構成でちょっとずつできなくなってきますよね。こうなるとそうですね、ちょっとうまく変えないといけない。ただライオンとかノマド出すと何ができないかというと、地下の攻め最後ガジェット足りなかったり結局パワーが足りなかったりするんで出せないんですよね。出したいけど、いや、 MAT がかなり調子戻ってきましたね。本当にやっぱオレゴンはずっと競技シーンありますけれども、いろんな戦い方してきますね。まあ、見たことない戦い方まだありますもんね、多分、はい、それを出せるのがすごい。しかも厚掛けがうまいですね。オペレーターじゃなくて人によっていろいろ変えてきたりしますからね。この MAT だったりロスだったり、アイコニックまた始まりますよ。これもスポイトのこと潰しに来るのならそこに対してアイコニックが、でそのアイコニックとスポイトにフォーカスが集まってたらゴメスだったりヨガだったりディアスルカスだったりがしれっと1キル拾って帰ってくるんですよね。抜くのですら怖い。ここはリープスが一人でスモールタワーから詰めてはいくものの、先ほどここのリープス1の動きちょっと今のところあまり刺さってはいませんからね。そうですね、かなり抑えられているというか警戒されているので、わあ、このなんかスポイトの動きまた刺さりそうですね。上で終えてないですよ多分。これハッチが開いてるので警戒はしていると思います。さらにはドローンを武器庫で壊しているので警戒はしているはず。ただそれでも前に詰めなきゃいけない。正面からの設置を狙いに行くか。もう行くぞ。これは早く行きそうですけど、早めの詰めだが方便がいいんじゃ。ただメンタリストがそのまま持ってくが、冷凍からしてるゴメスがすごい射線を持ってきた。スポイトがダメージを負いますがやられない。この警戒する範囲の広さがもう、おお、ショーティー、その体力で活躍できるのかスポイト。あそこで1キル持っていけるのがスポイトの。ただリプス1人持ってった。そしてもう1人は難しい。もう1個スポイト持ってってるの。あ、もう1キル持ったんだ、すごいな本当に。でも本当にこのスポイトだったりアイコニックだったりがこう外出るじゃないですか。はい、ってなると現地で見ないといけない範囲が広くなるんですよね。今のゴメスだったら冷凍界と現地の中と180度自分で見ないといけない、うん、プラス広く見ないといけないんですよ。あ、いきなり早く来るなんて分かんないんで、はい、そこが支えてますよね。 MAT のこの守備範囲の広さ、この選手一人で中にいる3人が、はい、一人一人守備範囲広いからこそできるアイコニックスポイトとかが動きやすい。そろそろ現地来そうだから戻ってきてとかいらないんですよ。現地来そうだからなんとか頑張るわみたいな感じで現地耐えとくから、耐えとくから踊りしてなって言ったらスポイト HP5 ぐらいでずっと耐えて2人キルしてくれるし、まあ、現地来たら来たでカバーしてましたもんね。今ゴメスが冷凍から視線使って すごいな。あそこからしっかりとカバーができるSMG で、いや、前ですよね、本当そういうところが。あの守備範囲の広さが今 MAT 支えてますね。あのカバーラインをうまく作るのがやっぱゴメスうまいんで、欲しい人材が今揃ってはいますよね。
そして、まあ、各々が得意なことをできてますよね。できてますね。かなりバランスがいい。さあ、ここでホーベンがカベイラピックですけれども、逆に MAT は早く詰めるか。ちょっと早く現地詰めそうですので、かなり相性は。でもスポイットが行くところにはホーベンがいる。タードがヘイトを取って、ヘイト稼いで、イントロゲーション入るのはスポイトかもしれません。そっちにドローンを回してはいけない。あー、ね、タードがドローンを壊して、さあ詰めてる詰めてる、これはスポイト、イントロゲーションタイミング、あアドレナリンサーチで尋問だけは避けました。危ねえ。ただデュアス・ルーカスがタードを落とした。そして後ろからまずいぞ。ホーベンは逃げます。ホーベンは逃げます。ぐるっと回った。よく気づきました、ホーベン。もう一周して裏取ったらすごいですよこれ。いやー、でも北野がブリッツ、北野がブリッツ、後ろから来てるぞホーベン。いやー、位置が分かったんでディアス・ルーカスと挟みました。いやー、こういうとこうまいですね。人数有利取ったのは MAT。こうなると現地のガジェットはあとフェンリルのヘナットマインと鉄線ぐらいですかね。ガスグレネードもないので、鉄線もしっかりとラテロで壊して、この盤面作るのはやっぱさすがイメージうまいですね。ガスグレネード3つ使ってたんですね。使ってましたね。こうなるとあとはタイミングを合わせてハッチ折りと、まあ、あとアイコニックが頑張ってる間に他のメンバーがアイコニックに集中しているブリードのメンバーを、そうですね、キル稼げばいいので、アイコニックはヘイト稼ぎつつキル拾いつつですもんね。やっぱりできることは。一人でレイト行った？アイコニック一人でレイト行くんだ。ニトロセルもないんで設置止めるの難しいです。アイコニック大ダメージ。それでも前に行くか。一人でめちゃくちゃ汗かけてますよ。とディアス・ルーカスが落ちた。さらにはアイコニックも落ちた。メンタリストがインジャー、ヨガがそのまま設置を入れる。設置までの判断が早いが、これで 1v1 だ。レイトいるの分かった。逃げる逃げる、リープス逃げる、リープス、ここはリープスが強かった。よく 3v4 を持ち返しましたね。ホーベンはイントロゲーション尋問がしたかった。ただ起きました。スポイトはプライドが許さなかった。タイムアウトですかね。タイムアウト入ったかもしれませんね。 MAT はもう取ってるのでブリの側かな、取れるとしたら、もしくはテックかもしれません。まあ、MAT としては 4v3 だったんで取りたかったんですけど、まあ、残ったプレーターといい、あのリープスの判断ですよね。冷凍一人で戦いに行くブリッツに対して、あの勝ち切ったとこ大きかったですね。最初のアタックであそこまで削られちゃったの痛いですね。ちょっと痛かったですね。あそこでもし引かせることができればタワー側の車線に入ったりして、あのリープスの車線もしかしたらキル拾えて冷凍から救助のクロスだったり横からキル拾ったりとかできたかもしれないんですけど、ちょっと最初にダメージ食らいすぎた。っぽいですね、ちょっと。そうですね。これでブリードはまずは欲しい1ラウンド取りましたけど、ちょっと危なかった。ちょっと危なかったですね。なんか地下で良かったって感じですね、あれが、はい、あれが2階の時だったらかなり車線使われたりブリッツだったら、まあそのまま殲滅もいけたし、はい、地下でちょっと防衛が有利な車線が多いフェンリューが残ってるからまだちょっと耐えれたかなっていうのはあるんで。さあ着々とオペレーター決まってきている。テック大丈夫そうなのかな。なんか大丈夫そうな感じしますね。オペレーターピックを入れているので MAT 取ればここも4ポイントと、はい、初勝利ですけれども、ブリードと並び、そしてリキッド戦が明日残っているので、
まあ、見てる側とすれば MAT 買ってくれた方が大混戦でグループ C でしたっ面け？白いですね。めちゃくちゃ面白くなりますね。リキッド VSMAT、そしてブリード VS バータスプロ。これが明日行われるグループ C の試合。W7M に関しては、まあ、バータスプロもかな、に関しては、すでに、勝ち上がりは、グループ突破は決まっている。中で、まあ、このブリード、MAT、さらにはチームリキッドの中のどこか1チームがグループから落ちると。その可能性があるのが面白いですね。まあ3チームも。すごいですね。リキッドがグループステージから落ちる可能性があります。いや、ブラジル開催なんで行きたいですけどね、リキッドとしては。最後まで行きたいですけど。逆に言うと、このブリードはこの死のグループで よく耐えてますよねよく耐えてると思いますよ。 他のグループだったらもしかしたら1位2位突破の、まあ、可能優性もあ勝りましたよ候補、ね。はい、ありましたね。こんだけ完成度高ければ。さあ、ヨガがテック入ってるみたいですね。ああ、でもピック入った。そしてスタートしそうですかね。そうですね、大丈夫そう。はい。尋問でも刺さりそうでしたけどね。まあ、そうですね。あれピンカじゃなくて、例えばあれがアッシュだったりとかだったらもうそのまま通ってましたよ。ってなったら初ですね。初になりますよね。今日は3回ぐらいカメラ出てましたけど、そんな中で初尋問でした。まあ、でも尋問するならやっぱお客さんいるとこでやってほしいですね。やってほしいですね。多分うおーってなりますよね。ブラジルでの尋問やばいと思いますよ。しかもそれがブラジルチームがやったら、 いや、まあそれは大盛り上がりですよね。なかなか始まんないですね。そうですね。まあまあまあ、なんかリホストとかはしてなさそうなんで大丈夫だと思います。2回守り、カプカンが入って、オーデン、フロスト、フェンリル、ミュート。ちょっと広く出そうですね。ブリードの2階といえばあれですかね、リープスが、セキュリティールーム入ってキッチンと開通して広く守るのよく見るんで、それするかもですね。まあ、ミュートなんでできますよね。それができるオペレーター。で、地下からタード上がってくるんですよね。ああ、最終キッチン階上がろうとした時ととか。か、冷凍階から上がって、リープス守るみたいはい。な。なんかちょっと、記憶が、頭がいっぱいです。まあ、でもこういう APAC 勢の活躍はね、嬉しいですし、です彼ね。らがこう帰ってきた時にまた、スクリームとかでね、はい。いろんなチームが強くなる。特にスカーズとはナイトヘイブンラボをちょっとまあ練習だったらやっていいですけど、大会だったらバンしまどす。んどんやっていきたいところはありますよね。で、ブリードとも多分帰ってきてもスクリーム予約すごいことになるでしょう。そうですよね。こんだけ内容がいいチームとできるんだったら、もう全然練習できますもんね。はい。経験値が。そしてブリスも今日はフェーズに1マップ取ってと。一度スタジオ戻って3分ぐらい、なんか、本国の方でタイマーが出たみたいなので、3分ほど、みんな、1ラウンド分インターバル挟んで、まあ、再開タイミングでまたこちら、再開していきたいなと思いそうまですね。すので。ちょっと一旦トイレ行ってくればはいいい。時間帯じゃないですか。 じゃあ一度こちらもインターバル入りたいと思います。少々、本当に少しだけお待ちください。失礼します。
さあ皆さんお待たせしました。試合が始まったのでそのまま見ていきたいと思います。セカンドマップ MAT vs ブリード e スポーツオレゴンの MAT 後半戦の攻撃、ブリードが防衛となっております。先ほどは地下守りブリード成功させて、はい、まあ、人数不利ではありました。成功させ、ギリギリ成功させ、ここからは2回守りといった形になります。リホーストしましたね一旦。そうですね、スタッツの部分はガラッとといった感じですけど、まあ一旦ちょっと悪い流れを、まあ、ブリードとしては断ち切りたいかなっていうところで、そうですね、前半戦の4ラウンド、最後の4ラウンドと、まあ、この1ラウンドもちょっと怖かったですからね。怖かったですもんね。まあ、MAT としては今日勝っておきたいんでね、この2マップ目で4ポイント取ってリキッド戦に臨みたいですね。おお、ビッグタワーって FNAT も使って守っていく、まあ、かなり重要な拠点ということですね、今このブリードに対し、ブリードにとってはニトロセルなどはないんで、エントリーに対しては打ち込むぐらいしかないですね。3回のエントリーは、あー、そこも開けられるとなると、なるほどね、これでタワーも守って会議も広く守って時間使わせる守りなんですかね、やりたいのは。さあドローン回った、ドローン、こう、うわ危ない、いいフラグ、これもちょっと引くしかない。ただ十分と言ってもいいか、メンタリスト、ロックの余が抑えた。地下の引きルートをロックしましたところをちゃんとやりましたね、カバー素晴らしいですね。あそこに、いや、あのカバーの寄りはうまいですね。あそこでロックしてる判断出た、ただゴメスがその間に動いた。リープスですね、やっぱりこのセキュリティリープス守りつつ、で地下からメンタリストが今回冷凍階段でカバーできるようなポジション。そうですね、時間も1分30秒、これかなりいい守りしてますね、あのブリッドとしては。そうですね、時間使ってホーベンのポジションも残ってて、リープスのポジションも残ってるとなると、 MAT は戦いどころがどっから進行するのかっていうのが見つけづらい。そうですね、形になります。このタイミングでウォークイン行きますけれども、うわー、ホーベンがいますからね。これはなかなか取りたい。さあホーベンは下がった、まあそうですね、1分なんで、あと、はい、ここから割れて最終フェーズまでかなりもう時間使ってますし、 5v4 なんで、近くから来てたな、リテイクしようとしてますね、ロビーの方も。うわ危ない、まあこれ圧かけるだけでかなり、これで行くしかないんで、今私時間ないので詰めていく。ああニトロ、うわー、インジャーまで持ってかれはしたものの、ニトロセルでゴメス落とした。いやー、これで詰めるとこが一方方向になってるんで、タードがスポイト落として 2v4、いや強い方面、方面がディアスルーカス、最後も方面アイコニック。いや、あのリープスの1キルで変わりましたね、もうキッチンカーのハサミがないので一方方向だけになりましたね。これで 4-4、 いやリープスよく持ってきましたね。いや、ニトロはよく持ってきましたね。あれでゴメス勝ってれば挟めましたね、キッチンカーとクローゼットと方面が落とされ、どうなってたかちょっと分かんなかったですね。今のあの1キルによってリアは少し狭くなりましたね、 MAT の。さあ4対4となりました。 MAT ここをちょっと取らないと、そのままブリードが、流れ的にはそうですね、ブリードがセカンドマップ取る可能性が出てまいりました。両チームとも防衛がうまいですね。うまいですね、防衛が強いっていうのもありますけど、守り方といい、カバーの寄り方、キルの拾い方がやっぱトップレベルですね。基礎的なところがうまいからこそ、はい、オペレーターも刺さるとところでございますが、メンタリストがバルキリーピック、ブラックアイはまだ2つ残っている状態。ブリードのこのブラックアイの使い方って本当当たりどころを探ったりとか、当たるときにどれだけ正確な情報を新鮮なまま使うかっていうのはうまいので、本当にそこが1階の平面に使ったでしょうか、しっかりとガラスを壊していく。メンタリストとかの情報の使い方うまいんですよね、本当にずっとやってるベテラン。そうですね、ですからね、
さあフラグアイコン、おー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 、ああそこの効果か、びっくりした、びっくりした、壁あったとはいえ、方便がこれで詰めていく、うわすっごい前目ですね。この後ここバリケードあるんで近くでちょっと頑張ち、おーフラグで、それでも方便は待ち構える、まあいるだけでドローンもしくは一人持っていける、そうですね、それすることによって、まあ1個前目でドローン壊すことができれば、もう1個回してきたらもう敵索敵できないんで、そしてバリケードを閉めました。いやいいですね、あの前目は待ちいいですね。上を取りに行くという判断でしょうか、ブリードは。そうですね、ただここブラックアイでも気づけてるんで、本当にどこ来てるかっていうのは、本当は何を狙ってるのかっていうのはすごい分かりやすいと思いますよ。あー見えなかった、ハードもキル取らない、打たないのうまいですよこれ。もしメンタリストがうまく扱けたり、リープスが上下で工事作って引いたとこだったら食えますもんね。ドローンは見ない、そこはさすがに見ない。この打ち合い大事ですよ。そうなるとリープスのカバーかと思ったんですが、そのカバーを潰しに行ったゴメスが落とされた。ただスポイントを持っていく、アイコニックと続いた。ただリープスが耐えていますね、スポイト落とします。アイコニック、さらにはヨガ、残ったタードも位置がバレた。アイコニックなぜかヨガ落とした、なんでなんでなんで、これで一気に危なくなったぞ。この1キルまずいぞ、ちょっと痛いですね。タードの位置完璧に分かってましたからね今。危ない、アイコニック、さあプラント、プラント、ちょっとカバー難しいか、危ないアイコニック、よく救った、自分でピンチを。これ自作自演ですねだってタードの位置、いや分かりましたもんね、打ち合ってたから分かってたんで、ヨガを潰す必要がないですよねミスショットする理由がないですよねあんなに一緒に頑張ってあのエリア取ったのにお前の出番お疲れみたいな感じで俺の1キルよくも取ったなぐらいの勢いで、おめえのせいで俺1キロだったじゃねえかいやでもスピード感といい、よかったですね、事故らなくてよかったですね本当に、あのタードのところで、あれでスポイトが落ちてればメンタリスト残ってましたもんね。そうですね、あれでスポイトがもし事故ったらとか、あれでも T 字進行するって言ったら2人マルチキル持っていかれる可能性もあったんで、ちょっとうまく噛み合いましたね、よかったですね、あそこは大事故不正で打たない判断も正解だし、正解でしたし、そうですね、打たれない運の良さもあったんで、 あれがもうあと 0. 何秒早くピークできてたら絶対落とされてたんですよね、落とされて地下引いて挟めないからセキュリティもキル合わせることなかっただろうし、リープスもキルはなかっただろうし、噛み合いってところですね本当にあそこが。メンタリスト落としてからの動き出しが MAT さすがに早かったですね、早かったですね。さあここ、ここはもうなんか今回の意味からずーっとこれやってますね、やってますね、そこ開けてガレージで行き来してキル拾うっていうのは、 AM がいいからこそ、立ち回りがうまいからこそ、キャラコンがうまいからこそできる、そうですね、それができればこう自分で守れる範囲っていうのは広くできるんで、広くできればそれこそキルできる場所が増えるんで、キルポイントうまく作って立ち回ってますよね。さあ引いたところまでは見えた、おお走って引く、わざと情報出した、出しましたね、そうですね、これで5人全員中、まあ、あんだけ強く打ち合うぞって見せたら、まあ、ピーク気をつけながらドローン回さないといけないんでちょっとゆっくりになりますよね。そうなると、まあ、防衛のこの今回5用いるんですよ、そうですね、ってなるとかなりこう最後の詰めだったりが難しいので、逆にツイッチとかが入っていないので、フローレスがどれぐらい5を壊せるか大事になってきますけど、結構前目で見てるんで、結構防衛タイミングでボルカンキャニスター起爆できますよね。そうですね、あハッチがティアス3つで張ってましたね1個、ちょっとなんか角度的な問題ですよね多分。これ正面開いてないの気づいたかな、さすがに気づいてないかもしれないですね。あらこれはただそんなに、そうですね、はい、大きなミスではないですけど、
ビッグタワー攻めになりそうだ。ただそのビッグタワーにはブリードも人数配置してますね。おおお、なんでそんなとこで起爆？めっちゃ上がってくるけど。おお、ゴメスをインチャーまで持ってった。ただアスピー持ってかれた。ただこのアスピーがここで死んだことによって階段下のくぼみの中にいる人はバレてないかもですね。これ方便方便、逆に隠れることができたか。正面からの進行もある。あとは冷凍進行、まあ、人数取れたら全方位挟みますよね。ただこの冷凍がリープスいますからね。降りたところはリープスが見ている。スポイト落とした 4v4。 体力的にもブリードの方が優勢でしょう。いやただボルカンでうまくこれずらしてますよ、攻めのタイミング。あー、ここで締めた。そうなるともう設置は不可能と言っていいでしょう。もう攻めるしかないですね。方便方便、ゴメスがメンタリストを落としますが、方便最後も方便。えこれは自分で言ったナイスショット。いやこれはでも本当にボルカンそのままでしたね。やっぱ時間稼いでタイミングでボルカン起動して詰める位置は一方方向にしてガス目も焚いて、いやこれはかなり防衛ちょっと強すぎますね。あの守り方、この地下は硬かったですね。この2回です。取れればブリードマッチポイント、 MAT もマッチポイントですけれども、 MAT はサードポイント、サード拠点攻められるというのもありますが、まあ、できるだけ取っておきたい。取っておきたいですね。ここで取って次も取って4ポイント獲得して明日につなげたいんで、うん、ブリード1マップでも取ったらもう決定ですもんね。確か5ポイント5ポイント3つくもんつくはずなので、あでも MAT がまだ1ポイント取ってるんで、確かにから、まあ、まだつながるんですね。 2-0 だった場合はあれでしたけど、まあ、ただかなり有利な状況になるのは確かですね。そうですね。 MAT はリキッド相手に 2-0 勝利しなきゃいけなくなるので、となるとやっぱ MAT は勝っておきたいですね。こここれですね。またリープスのこのセキュリティガチゴモリすごいですね。もう大窓からのあれしか見えない。何そこそこキルできる、キルできます。あれ反射神経が赤ちゃんならできますね、マジで。あ、このぐらい強そう。結構 E1D 中も動きますね、フリードメンバーは。そうですね、おお大ダメージ。こういう上下の理解力の高さ素晴らしいですね。すごいですね、まあ、ああいうところでキル拾えないとやっぱ引かれると。今俺も防衛強すぎるんで、分かってはいるけどとっさにその下からの打ち込みができるっていうのが本当に素晴らしいですね。さあ下からのカバーも今んとこないので、うん、会議にもいないので屋根裏進行下を見る必要はなさそう。そうですね、となると連通取ってベッド側取ってのギリン側攻めですかね、狼側。ただリープスのことを潰しに来てますか。まあ広く圧かけてますね、一応一旦は。時間1分30秒、まあまだあるとはいえ、うわー、ピークしてきた。なんでピークできんの。ゴメスが落ちました。これで人数有利はブリード。だリープス潰すたびに地下からも行ったと言ってた動きあったんで、これで取れればキッチンカー使えますね。お、下がるところか。ここはヨガ。ただリープスもダメージかなり与えましたね。いや気づいてましたね。ただどうだ、これ大窓攻めですかね、連これ普通に。リープスが落ちるとなると大窓攻めがバックもいるんで溶かしてっていうのもできますね。現実的になりますが、ブキコブキコ。そこもクロス組まれてますもんね。これ行くのなかなか難しいぞ。さあ、つったまさイコニック。そしてブキコのアスピーも。いやー、見られてる、気づかれている。残り時間は30秒。屋根裏進行があるが、屋根裏進行のスポイトはメンタリストが落とした。 2v3 防衛チャンスはある。
硬いところで守れてはいる。うわー、メンタリストもう一人、そしてメンタリストもう一人、最後はタード。ちょっと M80 もちょっと M80 あっち行ったりこっち行ったりして敵の位置あんま置いてない、キル拾えてないって感じでしたね。分かりやすい攻めというか、きついから露呈するでしょっていうのはすごく分かりやすいような感じでしたね。あっち来ないこっち来ないあっち来ないっていうのは常にもう強いポジションに待ち続けることができましたよね、ブリードが。最後の攻めがそんなに綺麗じゃなかった、合わせられなかったというか。そうですね、アスフィー落とすまでは本当に綺麗でしたけど、ですね、フラッシュバーンでしっかりこうヘイト稼いで片方消して分かったと思うんですけど、最後がまあ時間なかった。ちょっともったいないラウンドの落とし方をしてしまいました。そうですね、逆にブリードはあの人数差でよく取りました、マッチポイント。これサード拠点なんですよね。ドローンの音を聞きつつ壊したかったんですが、これまた結構広く守ってますね、当たりどころいっぱい作ってますね。先ほどはセキュリティのメンタリストが落とされてから一気に試合が進みました。今回もアイコニックがラムを入れてるので上取って突き下げする攻めですかね。子供を取りたいっていう動きにはなりそうですよね。子供を取って突き下げてキッチンかなっていうピックですね、一旦は。最後はドローン回していく。今回はメンタリストがバンディットを持ってきている分、単純にはガレージからの車線は開かないです。そうですね、割りづらそうではありますね。やはり上取りに来た。あ、これセキュリティだけ大物でこう工事だけするのか。あ、それできないですよね、こう外からちょっとだけ開いた。ちょっとだけ開きましたね。オフィス、スモールオフィス、スモールタワーとセキュリティ狙いは確実に、まあ、大窓取って子供取って突き下げてタードのカバーも入った、はい、これは、まあ、攻めとしては結構分かりやすいですよね、この一方方向。あ、この差しがでもどうだろう。キッチンカイ上がれた、キッチンカイ上がれた、警戒しますね。素晴らしい。これで逆にゴメスは動きが難しくなったぞ。メイティとしては一旦ちょっと攻めてる方角的に一方方向になってはいるので、一旦はちょっとキル拾えない、警戒されてますね。いろんなところやってますね、今松はと動く。ただ動くと先ほどの2回のように時間がなくなる可能性があります。おお、これ一気に回帰いくか、ちょっといきそうですね。ただディアスルークス持っているメンタリストだ。またしてもスポイとゴメスと落として 3v5。ただセキュリティ入っている、方面がアイコニックを落として 2v5、 2v4 ですね。あとはセキュリティの2人、狭いエリアが狭い、狭いちょっとかなり狭いですね。こんなに単純な攻めがあるわけないっていうので他の車線見てますね。キッチンカー上がってくるだろう。まあ、でもそこもしっかり警戒できてますよね。いやー、ブラックアイ情報頼りに見てますか、これ。ディアス・ルーカスの設置もできない。こうなるとブリード、ブリードはサードマップこれで進めた。ちょっと前半折り返し怖いところではありましたが、ピックマップブリードが取ってサードマップで決着がつきます。グッドハーフ、グッドハーフ。サブリードが2マップ目決めましたけれども、はい、逆にちょっと M80 が最後の2ラウンドというか、はい、そうですね、ちょっと攻め何がしたいんだ、あまり良さが出なかったですね。ピック見て何がしたいかは分かったんですけど、それができなかった時に、こうなんでできないか、盾があるから壊そうとか、車線が多いから潰して戦おうとかじゃなくて、無理だから逆行こうってなって、逆はいいけど、あ、逆も無理だ、もう一回戻ろう
あ、もう一回戻ったけど、やっぱ無理だっていうのを繰り返して、結局時間なくて、きついとこ行くかってなってるので、ちょっと、サードマップの3層、3層も同じことが考えられますよね。怖いで読書す取れなね。いから、3ルーム行こうで、3ルーム行ったけど、ちょっとバスのライン硬いから、もう一回ちょっと狙ってみるかっていうの、こうあっち行ったりこっち行ったりしてとかが、もしちょっと修正できないとなると、ブリードこのまま取っち取っゃていう。きそうですはい。ね。ブリードは逆にそんな難しいことはしてないけれどしても、ないですね。はい、しっかりと取ったという感じでございます。さあ、サードマップの3層行く前に一度インターバル入りたいと思います。再開時間はですね、画面に表示されるタイマーをご確認ください。それでは一旦失礼します。They got problems on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  problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause they got problems on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  problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging a bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kids to the side. I'ma run through the money, the press will be calling. Left on my blessing. I feel like I'm falling, the birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.
さあ皆さんおはようございます。本日は6イミテーショナル2024のグループステージ Day4 をお送りしております。実況岡山、解説はイグジストからソルティさんです。よろしくお願いします。イグジストのソルティです。よろしくお願いします。さあ朝9時、はい、おはようございます。昨日とかだったらもう帰ってるぐらいのね、はい、あんまり電車かって言って帰ってましたね。時間ではありましたけれども、いやーここは本日の後半、そして前半もですけれども、はい、いやちょっとやっぱ日が経てば経つほど、はい、直近の試合を見て対策して、そうですね、はい、ピックマップを取ってというのでサードマップに行くことが続いておりますが、セカンドマップのマップサマリー出たみたいなので見ていきましょう。こちらです。7対5、ちょっとね前半の3ラウンド目から6ラウンド目ですか、この4ラウンド MAT が取って、はい、おお MAT このまま行くんじゃないと思ったら、ちょっとやっぱ攻めがかなり迷ってた、迷ってましたね本当に。いつもだったらあこれ何々攻めだなってのは分かって、そこからあそういう潰しうまいなとかあるんですけど、あそこは辛そうだけどどうするのと思ったら、やめて逆行くで逆行ってまた困って戻ってくるみたいな、ちょっと何がしたいんだろうっていうのは迷ってる攻めですかね。そうですね、まあ、でも三層もこういっぱいいろいろなところ取らなきゃいけなくて最終的にみたいなこともね、はい、ありえるマップではありますし、そうですね、このファーストキルというところがブリードすごいですね。メンタリストリープスで4と3取ってる、いやすごいなここ。いや MAT は4ポイント今日欲しかった、逆にブリードは1ポイント取れて、はい、少しホッとしたところはあると思いますが、まあ、どちらも勝ち点がちょっと欲しい、欲しいですね。はい、ブリードは明日バータスプロ、 MAT は明日リキッドと、いやー頂上決戦な、準決勝とかね決勝戦でもおかしくないような組み合わせが、はい、明日もグループ C の中では行われますから、まあ、どこが当たってもそうなりますもんね。なんなら今日は W7M vs チームリキッドっていうね、はい、バケモンの対決もありましたし、バケモンでしたねあれも、はい、追いついてましたもんね06から。そうですね、いや本当に面白い試合が続いている中、グループステージ今日のデイ4はこの試合が最後と、マップとしても最後、そして残りはあと1日デイ5のみとなります。まあ、MAT まだ敗退ではないですけれども、はい、ここを落としてしまうとかなり厳しいですね。リキッド相手にかなりの、大差をつけての勝利が、特に 2-0 での勝利が求められるという形になってしまいます。そんな中、まあグループ敗退が決まってるチームはまだないのかな、多分なさそうな、 MAT が1マップ取ったから多分ないのかな。そうですね、 CAG じゃなかったりとスカーズのところも直対があるので、はい、さあそんな中試合準備できたみたいなので見ていきましょう。6イミテーショナル2024のグループステージデイ4マッチ4 MAT vs ブリード e スポーツマップ3最終マップです。3層を見ていきましょう。グッドラックハブファン、グッドラックハブファン、グッドラックハブファン。誰だ今、ちょっと違いました。サッチャじゃないですよね、あの声は。ルーク、ありそうだな。あーテルミットらしいです。ふう、増えましたねそうなると。いや本当にちょっと恥ずかしい、ルークって言ってありそうだなって言った2人とも恥ずかしい。俺ルークかどっかな、なんかその辺かなと思ってわ、岡山さんいい線つくなと思った、全然違った。2人とも恥ずかしい感じで始まっちゃったこのマップ3。そっかテルミットか。さあ MAT が防衛、まあ、MAT 防衛なのはまだ MAT からすると、まあでも最近の3層って本当に防衛難しいですよ。当たりどころ作るの本当に難しくて、ただその当たりどころ作るのが上手い2人が、そうですね、 MAT にはいる。領事館ではそれができた、この3層でもそれができるか、できるかですね。まあ守り方的にはまあ広くですね、パルキーのブラックアイ使ってきてるところを知ることもそうですし、まあ、上取られた後突き上げでキルするっていうのも一つまあ選択肢としてはある。おっいいですかね。とはい、一度戻ってまいりましょう。選手は残ってるのか、ま
まあ、さ一回僕たちの時にもこの前ありましたけれども、はい、早めに戻ってましたもんね。そうですね、うん、接続早かったですもんね。今戻っているような感じがします。メニュー音聞こえますね、はい、若干まあ戻り次第、まだね多分戦いは起きないと思いますけど、スポンキル以外だと3層防衛 MAT だとしたらどんぐらい欲しいですかね。攻撃のクオリティ見ると、まあ、4は欲しい、正直4は欲しい、うん、4対2が最低る最低値かなっていうのは思いましたね。逆にブリードのね攻撃3層、はい、ちょっと得意そうなイメージというか、得意そうなイメージしかないですよね。うーんさっきのあの狭い攻めでも成功させていたっていうのもあったり、はい、広く取るのもうまかったりしていたので、そう考えるとブリード3本4本とか取ってもおかしくないので、そうですね、はい、ちょっと1マップ目2マップ目を見るとブリードの方が優勢なのかなと。そうですね、若干そんな感じはしますね、うん、相性的にも流れ的にもしますけれども、どうなのかといったところでございます。まあ、そうなるとちょっと初めて、はい、最初のラウンドとか、そうですね、直近のその今のオレゴンの MAT 側の攻めを見るとちょっと不安点が残るので、はい、防衛でできれば稼ぎたい、うん、いやー MAT ここで敗退すると、まあちょっとじゃあ再戻るまで時間かかりそうだったら、グループ C のスタンディングもし出せ持ってたらあるかな。いや、はい、今日の更新されてない段階ですけれども、こちらとなっておりますが、リキッドがすでに5を取っているので、MAT ここで敗退してしまうと、リキッドが1ポイント、1マップ以上明日取れば、その段階で MAT は敗退が確定となります。でも今、今日は MAT1 ポイント取ってますよね。はい。なので、1ポイント。明日2ゼロで勝てば。そっかそっかそっか、リキッドと並ぶ。でも本当に線が細くなりましたね、 MAT なりましたね。これ 2-0 で勝てなかったことによって、まあ、ただ勝てば3ポイント、ブリードが5ポイント、リキッドが5ポイントになるので、ブリードがでも1ポイントでも取った時点でも直対で負けてるので、かなり厳しいってことですか。まあ、ラウンドディファレンスと直対どっちになるか分からないですけど、まあ、でもブリードは明日バータスプロなんで、まあ、そうですよね。 MAT 今日勝てば、まあ、かなり、まあ負けるよりか圧倒的にパーセンテージは高くなりますね。そうですね。ただまあ MAT も相手はリキッド、まあどこと当たっても本当にさっき言った通り準決勝決勝並みのあのレベルですもんね。そうですね、こう見て W7M バータスプロ、まあ、元の、チームではありますけど、そしてリキッド、この3チームは優勝経験があるチーム、いやすごいですよね、本当に白いグループレインボーシックシージの中で優勝経験があるチームが3チーム、このチームに集まっちゃったんですね、このグループに。そして MAT にもスポイトという、そこに競ってるブリードすごいですよね、はい、今優勝経験がある選手が入っていて、まあ、バータスプロもね、メンバーがっていう感じですけれども、バータスプロ自体での優勝はありませんが、まあでも EU ではずっとこの1年間まあ、1位か2位かって感じですもんね、はい、通過をしていてという感じでございます。そんな中 A パックからブリード入ってリキッドにまずは1勝を上げ、 MAT にも1ポイント現在取っている状況です。さあ試合再開できたみたいなので見ていきましょうか、いけるタイミングで見ていきましょう。さあ一度リホスト入ったと、上位4チームが上がれる中で、まあ、4位で上がることも重要ですけれど、まず上がることっていうのが重要ですけれども、そうです、ね、優勝を目指すとなると3位以上で上がるというのが非常に重要になってきます。なぜかというと4位を取ってしまうとこの後の、トーナメントでルーザーズスタート、すでに1敗した扱いで、スタートしなきゃいけないといった形になります。そうですね、あと1回で負けてしまうともう敗退でなっちゃいますもんね、はい。逆に1位通過をした、まあ、今回でいうとソニックスであったりとか、まあ、ソニックスぐらいかな決まってるの、まあ、そうですね、あんだけ全勝してるチームはあそこしかない、はい、16ポイント上がりはソニックスかあと G2 ぐらいか、まあ、G2 はでも明日ダークゼロ戦があるんでどうなるかちょっと楽しみですね、明日の G2 ダークゼロ、一番大楽しみですよ明日2試合目ですか、はい、
マッチ2 G2 ダークゼロは楽しみですけれど、まあ、そこら辺1位通過すると逆にウィナーズの2回戦ということでシードですか。マップもやらなくて済むし休む時間が1日ぐらいあるんですよね。スカウティングもできますもんね、はい、次当たる相手とか。確か1日グループステージが終わった後中日があってその次の日から、はい、ステージ2がスタートするんですけれども、そのステージ2も最初がウィナーズの4試合をやるので初日は、うんうんうん、かなりゆっくり休めますね。休むこともできるしスカウティングもできるしと、まあ、あとはこういうメジャーリージョンじゃないチームからするとグループステージ突破するともし4位、上がりだったとしても2日3日スクリームができるんですよね。あ、そうですね、経験積むことができますね、うん、そういうのも大きいと思います。それだけでもかなり収穫ありますよね、まあ、それをかけたのが明日スカーズ戦いますが、そのこのブリードも同じです。サンルーム攻めになりそうですか。そうですね、サンルーム攻めから上取って記念か、こう上圧かけてる間に正面玄関から左遷通してるので隙あらばかもしれないですね。隙あらば現地圧かけるかもしれないですね。ゴメスはちょっと動ける場所がなくなってきました。オーマドラペリングいるかもしれないんですがスポイトかなり動きますね。動きますね。MAT が動いてくる予想でホーベンはロックをしていたんですけれども、サードローン回して見つけた。サンルーム階段も取れ、やはりメンタリストの大窓からの射線、スポイトが落ちて 5v4。 ブリード本当に攻撃1個ずつ1個ずつ切る拾います。丁寧ですよねこういうところ。これで今大体の上の位置はさらにはリプス、生き残った。ゴメスを落とした。そうなるとキルを取りに行かなきゃいけないんですけれども、そういうのは方便しっかりと見ています。いや丁寧にドローンを回してもう2回は取れるという判断。残り時間40秒ある中で、ただちょっと時間がない。まあ、でも上取れてはいるので犠牲なしで取れてるので結構有利ですけどね。エリア的にも拠点の中の情報どれだけ取れているか。ディアス・ルーカスが体力ゴーリッと持ってかれてスケルトンキー、ただアイコニックがアスフィー落として2v4、まあね、そこのアイコニックを方便が落としていく。残ったヨガも見ている方便、ブリードの3層が本当にうまい。うまいですね、しっかりこう犠牲なしに倒していくのがうまいですね。ドローンも回って動ける範囲がなくなってだけど前に行こうとしたところは全員勝っていく、はい、しっかり動いてるところ絶対誰か見てますもんね。うん、メンタリストのオーマドロック、そしてリープスのピークと、リープスギリギリ残りましたね。1ギリギリ残りましたね。これね本国配信で出てるんですけど、今回のスポンサーのものかな、海外色ある強いプロテイン系のあれなのかな、もしかしたら。プロテインって書いてありましたね、プロテイン系のお菓子だと思いますけど。めっちゃお菓子みたいな感じでしたけどね。いやでも久しぶりに行きたいですね現地。ちょっと2024年シーズン僕は準々決勝とかからもしかしたらいないかもしれない自腹で現地行ってるかもしれない。でも自腹で高いですよね結構マンチェスターだとした時。5月はもう出てますからね、はい、もしかしたらね友蔵さんもマンチェスターだったらっつってサッカー大好きなんで俺もめっちゃ好きですよ。友蔵さん結構話してますもんねサッカーのこと、はい、もしかしたら僕と友蔵さんいないかもしれないんで実況クレイジーパピオンが生まれるかもしれない早い行くか、このタイミングで入ってった。ただここはエフナットマイン、それでも前に詰める、それでも前に詰める、いやー持ってった、ぐるぐる回ったディアス・ルーカス。その間にアイコニックがリップスを落としてゴメスが方面を落としている。他のメンバーが続けない、ただそれでも中を取っているんです。
やでもちょっとエリア的には本当に MAT のが取ってますね。いやアスフィーも落とされた。いや見えない。人数差が圧倒的に有利は MAT。 こういうところ本当にインビのチームは落ち着いていますが、タードがしっかりとゴメスを落として 2v3 階段から、あーキババリア、メンタリスか。アイコネックを通して 2v2 ならチャンスはある。ただタードの体力が、タードエントリーしづらそうですね。ちょっとうわドンピシャ壁抜き、ちょっと体力がなさすぎたタード。ー最後はヨガ、いやラッシュされてもこう落ち着いてるんですよね、エリア取るの。今回のインビチーム本当に落ち着いてますね、全チーム。そうですね、まあ、今のこのインビ始まってやっぱこういう攻めが早い、多いっていうか、こういう攻めで無理やり一覧取ってくるっていうのがやっぱ効くぞっていうので、よくいろんなチームやってくるんですよね。なのでそれに対しての対応はすごく話してあるんですよね。多分これ見る感じかなりエリアを取り返すのがうまい、取っておくだけで有利になるエリアをしっかり取ってるんですよね。先ほどのスカーズ戦のロスもそうでしたね、はい、オレゴンでラッシュ仕掛けられて中のメンバーはやられない、外のメンバーもやられずにこう有利なポジション取り返しに行く動き、ギリギリ引くか引かないかみたいな駆け引きが、はい、その辺の駆け引きだったり見極め早いんですよ。単純に戻ってくれたらね、はい、その後じゃあ広く取ろうとかってもできるんですけれども、残るメンバー残りますからね。ちゃんと戻る戻らないの判断がいいんですよね、本当に。そこ一人でもミスったら一気に人数振り取られちゃうんですけど、みんながいい判断してるんで、なかなかこうわざとラッシュのように見せかけて戻すっていうような手段取っても戻らないからエリアも取れないんですよね、なかなか。そうなるとちょっともうラッシュという判断はしなくなるかもしれません。そう一周回りそうですね、ちょっと読み合いの1回でこのラッシュを抑えると真ん中こういうことができますよね。ああ、できるんですよね。MAT はこういうのうまいですから。右に張らないといけないですね。ダメです。MAT はうまいです。なんなら MAT なら右張ってても壊してきそうですもんね。そんなことあります。定点知りすぎてて、インパクトの定点だったら MAT に聞いときはどうにかなりますから。でマーベリックの技術は岡山さんに聞いときはなんとかなりますもんね。マーベリックはでもあのインパクト4つなげれば知りますもんね。マーベリック倒せるんで。あのインパクト4つ思いついた人だけは許しません。これはでもと動くタイミング重要ですね。重要ですね。半分取って攻めですね。これブリード正面割って、さあ行った、さあ行った、ブルーと棚裏に移りますね。これこのカワンハイブのタイミングでスポイトも動くでしょう。メンタリストの設置、いやーうまい、メンタリストは落ちました。これもう設置できなくなりましたね。そうですね、設置できないですね。タロイドシールドも壊されてますもんね。そうですね、オサが死んだので置き直すこともできないので、これリプランですね。そうなるとスポイトも動かなくていい、リプランのうまさも求められるのがこのシックスインビテーショナル2024。このリプラン音聞いてますね。 G2 なり W7M なりそういうのが非常にうまいです。おお、スポイトに打ち勝てる。ただゴメスがリープス落とした。方便も体力削られた。あ、ディフェンス回収した。よく回収しましたね。それまずはスポイトを落としますが、体力的に有利は MAT。 そうですね、体力的にもガジェット的にも、そうです、エリアもですね、全部有利ですね MAT。 ただここバー浮いてるのは事実なので、まあそうです、これ拾えれば、拾えればチャンスはある。ただ時間も有利なのは MAT ですよ。時間24秒、タード壁抜きされたなら仕返せばいい。ただゴメス立ち回る、立ち回る、うますぎるゴメス。唯一逃げれるルートを使った。そしてアイコニック、アイコニック、最後もアイコニック。今のはゴメスうますぎですね。あれ逃げれるんですね。いやーブリードちょっ
相手のガジェットと相性はちょっと悪かったですね、攻めの相性が。インパクト1個で。そうですね、インパクト全部やられちゃいましたね。ちょっと攻めが単調になってきてるのを MAT はあんまり深く読み合いしてこう空回りせず、1ラウンド目とかはね、そうですね、プレッシャーをかけつつ動いたところを全員狩るっていう動きできたんですけど、プレッシャー与えてる段階でもうなんか接地を狙いに行ったりとか、そうですね、ラッシュを仕掛けてとかっていう感じで、2ラウンド目、3ラウンド目は取得したラウンドのやり方とは違う形でやってきたのはブリード側。まあ、そうなると MAT は対策できてしまったので、はい、そうですね、このラウンドですね。このラウンドでどれだけ修正して2-2にできるかがブリードにとっては鍵ですね。あと MAT のさっきの攻め見てると防衛はうまくいってるんですよね、いつでも。そうですね、1マップ目、2マップ目、どただちら攻も。めがちょっとって感じなので、もうちょっと取っときたいですね。まあ、でも同じようなことをしてくれるのであれば4、5まあ、いけ取っそうていけでてもはあおりかしまくはすよない。ね。2階を取りに行くのか、中間階側からきれいに取りに行くか。そうですね、この配置見ると、これは引っかかってしまった。ディアス・ルカスに対してのサポートというのは騎馬バリアだったんですけれども、読書側取って上も取ってダイニング開けてプラントがまあ狙いたいのかなっていう感じですね。オフィスを取り切るかどうかはちょっと時間的には厳しそそうですけど、まあ、バックもいるので取って突き下げしたいんでしょうね、おそらく。まあ、まずは必要なこのオフィス開け、そうそしですね、てダイニング開け。このオフィス取るのがまず大変ですね、1回は。まあ、ただ手前だけ押さえてプラント行くっていう選択肢もありますけどね、今の感じ。落ち着いた。落ち着きましたね。まあ、ってなると、ちょっと攻めるルートが上取り切って突き下げして、記念行かないそうと。ですね、キッチンも記念持ってなりますね。代かなわりりのハードブリーチャーがいない。そしてここで無情な F ナット。かなりきついですよ、これ、攻め。行くルートがこれ、ちょっと限られてますね。またしてもこの定点のようなハードブリーチ壊しで。まあ、いいですね、ああいうのは。ニトロセルでやりましたかね、アイコニック。ですね、爆発の範囲が広かったように見えたので。これで F ナットは壊せました。お、エレア取り返しに行ってる。逆リテイクだ。逆にそれはリップス待っている。取らなくても良さそうですけどね。そうですよね、取らなくても勝手に困って、い今や、行からったぞ。もう拠点なく入っていった。ディアス・ルーカスが耐えている。リップスがスポイトを落としますが、いディアやー、ス・ディアルースカス次第耐えだ。れば耐えるだけ、耐えれば耐えるだけ他のメンバーが動いてくれそうだが、アスフィーの設置はできないいやか。ー、いいですさね、すいいがとこにで飛でんきだ。ない。アイコニックヨガと続いた。行くなら早めに。ただそれはディアス・ルーカス呼んでいた。ああ、そうですね、上も取り切れてないですもんね。上からの射線です。ヨガがリープス落として残マッった方ト。面、マットに引っかかった。さあ詰めてくる、詰めてくる。最後はゴメス。もうあそこで、まあ、スピード、まあ、行くしかないですよね。あそこまで行って、また上取り気に行って、また突き下げして、ちょっと時間ギリギリになるよりは、今行けるってなったら、ダイニング詰めるしかないですもんね、選択肢としては。ここでアイコニックが渋いプレー見せてくれましたね。いやー、うまかったですね、あれ。まあ、ディアスの現地の中のタイも良かったですね。あそこ取り切られると、やっぱり戻りを見るだけになってしまうので。一人持ってって生き残りましたもんね。そうですね、生き残ることによって、現地とリテイク組で挟むことができるので、あそこで死なないで耐えるっていうのが本当に大事ですね。現地としては100点でしたね、1キル持ってってからの耐えは。さすがのブリード、タイムアウト。攻めは有利側なので、取らないと不利背負いこまれ以上す落とせね。ないですよね。これ以上落とせないですね。さあ、このタイムアウトでどう変えてくるか。
アイコニックがどん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 自由になってきました。いや、さすがにバルキリー。まあでも M80 も不安は残っています。彼らのそう攻です撃。ね、ちょっとさっきの見ると攻めにかなり課題があるのかなっていうような負け方をしてたので、ね、オレゴンで。領事館では本当に綺麗に一人ずつ持ってったりとかはい。できていましたけれども、オレゴンはできなかった。3層もまあ難しいといえば難しい。まあそうですね。しっかりとこう守られてるエリアを崩していかないといけないので。ところにはなりますから、そうなるとあと2本も M80 は取っておきたい。何ラウンドどちらが取れるかどうか。取れるだけ取っときたいですよね、MAT としては。今こう流れも来てますからね。そうですね。よー、勝っていくのはタード。素晴らしい。しっかりとやり返していきます。ただ何度も言うように、これは MAT 側から見えてないんですよ。そうなんですよね。はい、さっきのゴメスみたいなのはブリード見えてると思うんですけれども、これに関しては MAT 見えてないので、単純に弾数が減ってるだけなんですよね。さあ、スポイト、ラペリングに対しても戦いに行くぞ。ただ、いや、うさあ、まいな。カラペに対してはこのキャラコン。まあ、一人でああいうキャラコンができると、一人で2、3方向も見えるんですよね、人にこう対応して。そこら辺がやっぱうまいところですね、スポイトの。ヨガスポイトが耐えている中、見えた。リープスにダメージを与えるものの、リープスこれで上がってくる。少しずつエリアはなくなりますが、いやああ、ー、いいいいロロッッククだ。入これ、っメンてるタリな。スト、先ほどからこのロックでスポイトを落とします。さらには方面。いや、タイムアウト後、いやー、う綺麗まにい綺麗な。に取っていく。これは1ラウンド目の再現のような、そうですね。拠点は違いますけど、本当に再現のような形で外から中でキル取っていきますいね。やー、情報取れてますね。動いて最ると後ころ、の位置が終えている。引いたところも待っているのがタード。これは M80 も見えます。マガジンいっぱいあるんでね、この武器ね。ありますね。はい、いやー、さすがに重量のこの、なんだろう、タイムアウトの正確正さ。確さ、うまいですね。かなりこう今、まあ、寄ってきたりとか、まあ、序盤で事故らしたりとかいろいろしてくるなっていうのは分かっていたんで、それでしっかりこう前線の選手は死なずに引かせる動きだったりで、引いたところは確実に見てますもんね。2人以上で今見てましたんで、大窓と5枚のラペリング。選手経験があるってのも大きいんですかね。大きいですね、それはやっぱり。相手の心境だったり、相手の傾向読みだったりが本当に鋭いと思いますね、そういうところ。今の攻めできるんだったら一生取れますよ。世界優勝経験のあるコーチ。いやー、そんな中、アイコニックがクラッシュを持ってきました。ここでクラッシュはどういう意図があるんでしょうか。地下守りですけど、スバラオとバンディット出てるんで、持ちつくかもしれないですね、これ最初。あー、ドローン光ははい。クラッシュで抑えて、ただアイコニック、ワインセラー側で今んとこ停滞してますね。全員すでに下に入ってるの面白い。バンディットとかのこの遅延系のデバイスに、これですね、早めに投げてからバンディット置いて、でその後にこのつばらのガジェット壊すと、餅つきがはい、できる餅つきと。ができます。確か1.5秒かな、はい、確か。ちょっとテルミットが起爆しちゃうとあれですもんね。してちょっとじもうじりじりじりって来てから投げるとちょっと間に合わないんですけはい、ど、壁開いちゃうけど、張投げったの？瞬間に投げれば。投げればバンディットの
職ワイヤーが起動する時間と稼げるんで持ちつくことができますよね。まあそうなるともうまずはちょっと開けられるところから開けていこうという感じ。はい、ここちょっと MAT うまいですね、この辺の切り替えガジェットで。ただブリードも早いですね、上に遊撃も出てないということが分かって。だってロも、まあ、ボルカンも壊れましたね。F ナットとボルカン壊していきました。ただそこにショックワイヤーがある。おお、フラッグ危ない。危ないよ、危ない壊れてないよ。これで壊しましたね。どっち勝つ。そうですね、まずこの割れないプラスインパクトグレードに持ちつくっていうので、トロッセルはでも扉側に、そうですね、投げましたね。これで空きはする。あー、まあ時間は稼がれる。まあそうですね、時間は稼げますよね。ただそうなるとこの左側の方は止めることはできません。まあここにはまあクラッシュがいるので入られてもまあ問題はない。はい、そうですね、まあ、あとニトロ1つとインパクトグレード2つ、そしてスポイトがリテイク組で待ってますので、このプランタイミング、クラッシュでこう止めつつニトロセルで耐えて、おー、あー、クラッシュをきっかけにゴメスが詰めた。うまいな、このクラッシュの耐え。スタン食らっても前に詰められない。ただメンタリストリープスと続いたゴメス、そして裏のスポイトも落ちた。リテイク組が落ちましたね。人数有利、そのまま設置。ただうおー、リープス上から。アスピー体力ないぞこれ、クラッシュでビリビリで、あー、タードが落とした。最後もタード、こういう難しそうな攻めをブリードよく取りますね。ただ今の作戦は本当にうまかったですけどね、割れないようにするとか、まず割らないところで有利取りましたもんね。まずちょっとクラッシュにニトロセルが当たったように見えたので、そこちょっともったいなそうでしたね。 HP ゴリッと半分持ってかれていたのを見たので。なるほど、まあ、あのニトロセルがもしあのテレミットに飛んでプランターがもし落ちていればまたクラッシュが前に出て情報を取りつつカバーラインから勝負してということができたので、よくでもブリードあんな狭いそうですね、エリアで。あとブリードは本当に位置が裏からとかっていうのはそんなにないんですね、正面から行くとか。まあ、今回リープスがキッチン取りましたけれども、はい、でもちゃんと、まあ、5人で詰めるというか5人で作り上げるか4人と1人4-1の形で、まあ、しっかりこう裏取りしてくる相手にはしっかり見てますし、この辺の切り替えというかうまいですよね。その辺の圧のかけ方ですか、5人で作るシージというか作戦も綺麗ですよね。うまいですよね。これが受領が入って一つ功績かもしれませんが、そうですね、ここもよくある持ちつきですね。騎馬バリアでドロンコ防いでフラグとかを通せなくさせた状態で、おお、いこにかかった。方面は狙いましたかね、少しスキル狙いましたね。ただアザミが落ちてしまった。アザミ落ちはもしかしたら最終盤響くかもしれません。かなり響きそうですね。締めたい車線締めれないので、しかも攻撃側の人数が有利ということで車線いっぱい作られてからオフィス攻められるとかするとかなりきついですね。ここでフューズが入った。そうなると遊撃は全部下げたいですよね。そうですね、これだとまあアザミでこう窓閉めることはできないので、上取り切ってフューズのクラスタージャージで下に対して圧かけつつ記念取りに行くだったり、現地の中スラムも全部溶かせたりしますよね。さあアスフィでしょうか、スポイトにダメージを与えていく。スポイトがこの3層あまり乗れていない。そうですね、まあ、ただ地下なので防衛拠点。タードをディアス・ルーカス落としていく。これ1階のエリア取るの難しそうだぞ。ちょっと足止まり始めたか。まあ、でもかなり順調にキルは稼げていたんですけど、エリアもこれ突き下げですね、ポンポンして。この突き下げはめちゃくちゃでっかく、もう一個同じところから入
張っていくでしょう。そうですね、張る向きとかもね重要ですけれども、さあこれででっかく開きました。でもう一個行くと下まで届くと、でそうすると現地の中の牙バリアだったりが壊せると。まあブラック界で情報リークしますね。うわ痛い。あーこれもでもブラック界情報、そうですね、しっかりとバンディット壊してこれで開きます。ただ時間がなくなってきた。 M80 またしても時間がない、ね、ちょっとリビングで停滞しているメンバーが多い中 4v4。 いやちょっと穴もちっちゃいですね、火花だから乗り越えしないといけないので、これプラントタイミングでかなり決め打ちされると。あーただメンタリストの位置を落としましたよ。いやただブリードエリアがいいですね、まあ取れてるエリアが、この小部屋さえ、この小部屋さえ粘ってればか。うわー勝っていくスポイトゴメス、ただ時間がない。リープスが上からショーティー、いやうまい、いやうまい、リープスは耐える。ゴメスが TK しちゃってる。これはまあ行くしかなかったとは思いますが、まあしっかりカバーは取れてましたけど、プラントが少し上あんだけ空いてるとどこでプラントしようっていうのもねちょっとね、そうですよね、迷いますよね。まあただやっぱちょっと攻めん時のエリア取りの広く取りすぎていて、ちょっと事故らされたりするタイミング、まあ広く取ってれば最後の時間がなかったりだとか。いやでも設置判断メンタリスト落として小部屋取っているので、その後の設置判断良かったですけど、ちょっと止まってしまった。あと少しですね本当に。まあでもオレゴンよりかはまとめ方、あそうですね、綺麗ではありましたね。まあザミまたいるのでかなり固く外からの車線は切りつつもって感じですかね、思ってますね。さあブリードがラウンドのアドバンテージも取りました。4対3。盛り方見るとかなり読書側で強く当たるのかなって言ったような京都解説でしたね。当たって全員残って引ければエコーがいる、アザミがいる、ウォーデンがいると、まあそうですね、時間が足りなくなればなるほど不利になるようなプレーターが多いですね。なので IQ がとりあえず最後に残るだったりして、こう敵のガジェットしっかり壊していきたいですね。いやいいところに置けている。そしてエコーがいるのも分かった。アザミ、エコー、カプカン、この情報は取れました。もうタードに対してめちゃくちゃカバーが多いので、しっかりこうスポイトの IQ のガジェット使って壊したいですね。引く前提ではありそうですが、タードは事故を狙ってますね。常に狙ってますね、タードはバレてなそうですよ今この。いやバレてないな、これは隠してますよね。いやしっかりとリープス壊していく。今この雰囲気の中でこの事故でのキルが起きてしまうと、一気に M80 はメンタル持ってかれますよ。そうですね、壊れてない、壊れない。いやこのリープスのラインがこう粘れば粘るほど事故りますもんね。うわいった、タード持ってった。カバーは入ったもののバックが落ちた。ただアスフィーダイニングですかね、うん、しっかりとカバー入りながら下がっていきました。体力的にはちょっとブリード辛くはなりました、ね、エリアといい体力といいかなり MAT 側有利ですね。ただここから耐えられるポジションが多いですからね。まだちょっとラインが危ない。いやこのエコードの強そうだな。ずっと1個はあそこ置いてたんですね。ただメンタリスト落ちた、オフィスが落ちたってなるとかなり、あとはプラント位置に入れればですが、リープスのポジションどかせたらもうちょっとやばいかなって感じですけど、あこのアーマーパネル壊してですね、ここ壊れたらもうそろそろ、勝負する。ああ
スポイトこういうとこ勝ってくれる。そうなると設置狙いに行けます。狙いに行きますね。このラインが取れるとオフィスの中でプラントができますね。よー、最後はヨガディアスルーカスト、いい攻めですね。これ綺麗に綺麗にロック入れました。うおほほほ、だんだんこうブリードのピークタイミングって掴み始めてきましたね、スポイトが。はい、なのでああいうところのロック入って、まあ、人数取れればおのずと、まあ、プラントまでの動線はちょっと掴めるので。タードもねちょっと事故は一人持ってきましたけど、事故を起こせはしたもののスポイトをしっかりとカバー入れましたね。そうですね、まああいう時に単独で行動してないっていうのがカバー拾えるのですごくうまいですよね。やっぱ人数有利というか有利取らせない動き。ちょっとこうなるとどっちが今有利かと言われると本当に難しい。難しいですね。まあ最初の崩しもうまくできてますので、今のオフィスの攻め見てると。ここでゴメスがアマルを持ってきた。バーゴラック、バーゴラックでアマルっていうのは何に使うんだ。まああれですかね、サンルム側の速いエントリーだったりとは。ああなるほど、あるのかなと思いますけど。まあでも今度中間界を崩すためのガジェットの方が欲しいかなっていう。まあそうですね、よく見るどこだったかな、どっかのチームがやってたフローレスブラバートイッチ、トイッチとかドローンマシマシ編成とか、結構やっぱああいうのがないとかなり崩しづらいですもんね今。アッシュゾフィアフローレスとか。そうですね、今回はアザミ番じゃないですから。このゴメスのピックがどう刺さるのかです。かなり逆のエリア出てる相手を倒したいって言ったようなピックから見れますけど、まあ、硬いですもんね、アザミもありますし。さあ、まあまずはラテロとかでいろいろガジェットを壊していく展開型シールドはこれで壊れました。逆に今のところ階段守ってない。逆に守ってないんですね。方便がこれで、ああ時間稼いだんで帰っていく。まあ、こうすることによって逆のエリアは、まあ、しっかり情報取ってるがゆえにちょっと取りづらいってなってますね。入るぞ。窓にキババリア使ってくれたの。ああでもラテロも、ラテロもふんだんに使いますね。まあ、もしいるとすれば開けないといけないのでこの茶筅は。まあ、こっから狙うのは中間階、中2階取ってなのか、アマルが何をするかですね本当に。ゴメスは本当に武器で選んだみたいな階段にいるの分かっています。スポイト狙うタイミングか、これ下から行った、下から行った、カメラを見ている。いやーうまい、その辺はこういう合わせは綺麗でしたが、メンタリストがディアス・ルーカスを落とした。うわースポイト、ただ方便が残っているぞ。方便の位置ですね、これ大事ですね。その間にアイコニック、アスフィー落とした。カバーに来ようとしたアスフィーですかね、リビング。そうですね、メンタリストがキッチン側にいるのはバレている。方便の位置が唯一バレていないか。アイコニックこれで設置を狙う。方便バレていなかった、ヨガを落とした。そうなると入れないですね、まだは。いや入れないぞ、アイコニック入ってしまった。さらにはメンタリストゴメス落とした。残ったのはスポイト。いやかなり一気に盤面が、またしても攻撃の最終盤、厳しい戦いになった。180度スポイト、スーパークラッチ求められます。でもいる位置はバレている。おー、いい決め字だ。いや持ってった、方便の位置は置いていない。置いてないですね、ディフューザーが落ちてるので取りに行かないといけないですし。時間は20秒。ブラックミラーも壊れている。階段付近で、いやいい位置だ。いやーこれは、最後詰めたところどうしようもない、ね、ちょっとコミュニケーションエラーがあったのかなって感じですね。上手のあのキルを来たのであればアイコニックは入りたくなかったですよね。そうですね、まあでもかなり序盤中盤の車線の使い方だったり人の動かし方、圧のかけていることによって、まあ、あの読書会狙い方ですよね、ドローン1個で、はい、ああいったプレーやっぱうまいんですけど、うまいです。ただこうそれ、そのプレーどこは取れたっていうのは分かったと思うんですけど、取れてないところからの
情報がないところからのキルがかなりやられてしまっているので、まあ一回ちょっと敵の位置キルした後、まあちょっと一回キープですね、キープしてもう一回落ち着く時間作りたいんですけど、アイコニックがそこ入るならちょっと図書外からロックとかとかフラッシュバンだけでもいいので投げたりだとか何か欲しかったですよね。ブリードはそれでもメンタリストと方便でよくつないでくれました。さあタードも盛り上がってまいります。方便、まあタードがいつもねチャットは盛り上がる人なんですけど、はい、このサードマップは方便盛り上がってたんですが、カードも盛り上がってまいりました。序盤中盤がいいだけにもうちょっと終盤の性格を開けたいですね、メイティとしては。さあ5対4ブリードはマッチポイントまであと1ラウンド、ただタイムアウト入れてきました、メイティも。このメイティのタイムアウト何を話したのか。おお、でもヒューズ入れてのまた地下攻め、でも遊撃出ますからね、ブリードは。ノマドにしたってことは、もしかしたら、読書側だけ取って半分のロビー攻めとかでも済ませちゃいそうですけどね。ああ、ヒューズやめた。遊撃出てることに気づいて。バックなので、ロビーの方行かないような素振りがあれば。このアスピーの位置ですね、ダイニング、はい、オフィスを取ってダイニングを突き下げだけして半分取ってワイン攻め、うん、半分のワイン側の攻め、はい、ロビーが取るんだったらあのミラがどうしても邪魔になると思うので、ブリードがやってたのは半分のスノーモビル側の攻めでしたけれども、その逆をいくんじゃないかなと思いますね、この配置的に見ても。ラッシュと見せかけて寄せるつもりですね、これで裏ラッシュだ、 裏がラッシュ、裏ね、スモークを焚いて裏がラッシュ、ただメンタリストの位置はバレていない、アイコニック見えなかった、もう一人も持ってったメンタリスト、うまい。さらにはタードがディアス・ルーカスを落とした、ゴメスがタードを落としますが壊滅的、いやスポイトが詰めている 2v3、 ここででもラウンドを落とすとまたしてもブリードに言われる、誰かスポイトを助けてやれと。でもディフューザーの落ちてる位置とかがかなり、あでもこれうまくエジャブ置けてるのでフラントさえ取ってしまえばもしかしたらエリアは有利かもしれないですね。しかもそこで設置できれば外に出れる、音聞こえてないか、聞こえてないですね、フラッシュまでうまく隠せてますね。いやうまい、でも折り方、折り方がうまい。さあ 1v3、 ワンチャンワンチャンあるけどちょっと角度的に、うわあざみだ、これはうまい、キババリア、どうしようもない、いやーどうしようもないですね。今回は誰かゴメスを助けてやれ、これはメンタリスト MVP ですよ。ブリードマッチポイント、まあ、でもここ MAT 面白い手札でしたね。また上から取るんじゃないかとか、まあ、圧がない分またちょっと上取りに来てんじゃないかっていうのはあったと思うんですけど、木を焚いてすぐ裏のラッシュしましたね。いやあのメンタリスト動かなかったのがすごいっすね、動かなかったの偉いですし、2キル目持ってったのまでが本当に100点でしたね。いやこのラウンド完全に MAT は鎌で11だったら11だったら現地取れてプラント通してまだなんとか、うん、エリアとしては強いエリア取れたんですけど、2キル取られてしまうとその外からロックしていればいいやのポジションの人が中に入らないといけないので、はい、その後タードをしっかりと1人持ってってと、しかもあのハッチ降りるタイミングですよね、あのエアジャブのイングレ、イングレインパクトグレーで飛ばしてから降りるっていうので2人同時にダブルピークっていうのはうまかったですね、あの合わせも細かいところですけど、サイメイティ攻撃2本取らなければいけない、ブリードはマッチポイント、流れもいい、やはり MAT 攻撃に難ありか、そうですね、ちょっとでもいい手札でしたけどね、あのラッシュもあとちょっとでしたね、本当に本当にはちょっとでしたけど、メンタリストがうまく耐えすぎましたね。
まあ、でもラッシュという判断しか取らせないような守り方ができてるっていうのも素晴らしいですからね。さあドローンでバレたとこ、キババリア裏いるのは分かってはいるものの、これをどうやって潰していくか。サンルームでも取れるぞ。そうですね、サンルーム入れますよね。おー、これはいい判断。サンルーム取って、まあ、ピック的に突き下げもできるので、オフィスの前、オフィス前で抑えたいんですけど、ちょっと突き上げ怖いか。あ、突き上げないか。この前目怖いですね。一人持ってった、もう一人持ってった。 This is スポイト。ただ下からのカバーあるものの、そのカバーね、アイコニックも降りてきた。これがアイコニックとスポイト。ただメンタリスト残ってますよ。止まりません。 2V4 メンタリストとターダというこの、さっきも 2V4 こっから返されてるので、見えた。二人の位置バレましたね。これでバレましたね。ん、持ってけない。まあ、ただ上取れてるのは、でも場所さえ分かれば上からいくらでも倒せますよ。いや、ヨガの設置位置が良かったか。これそのまま通ってしまった。こうなるとさすがにブリード厳しい。さすがに厳しいですね。いや、うわー、フラストレーション溜まってます彼ら。これももう多分潰しに来るでしょう。場所が分かれば行きますね、これ。やられたくない。ナイフ。メンタリストはもう、ここは。そうですね、一旦散る。はい。いや、でも早い手札、いいですね。まあ、行けるところしっかり見極められてるのも、今いいと思いますよ、落ち着いて。ドローン回しは非常に丁寧でしたね、サンルームが空いているという判断から。早かったですもんね、その後からの手札も。さあこれで6対5。ちょっと M80 が攻撃のやり方見つけてきたか。狭く狭くと、ただ狭くなんですけど、ただ次これ狭くに対して、ああ強い防衛箇所、うん、そうですね。なので、まあ、できればさっきみたいにキルを稼いだ後、最終盤絶対にこうミスらないように敵の位置を追うんだ、追うとか。そうですね、ここは逆に2階とか中間階を潰すのうまかっただけに、はい、そうですね、最終盤で崩れてしまいましたから。さっき 2V4 をひっくり返されてるので、はい、しっかり敵の位置は把握したいですね。ちょっとカバー取られたい、カバー取りたいですね。しっかり人数になった後に、逆にブリード側も修正しなきゃいけない場所はありますからね。この中間階を早めに取られてしまったとか。そうですね。ミラが入って、うわ、ホベンに散るな。ドローンでバレたら逃げられない位置。キババリアがあるので晴れそうですけどね。M80 としては先ほどと変わらず、多分カピタオがいるんで、読書の角ですかね、入ってくるところ。よく耐えるところに今アスピーが入ってますね、読書の角。あそこを潰せるには、まあカピタオとか入ってはいるもののですが、さあ方便狙いだ。あー、ここはちょっと見えなかったか。またしてもアザミが早めに落ちた。これは燃やされますね、どうしようもない。引けただけ十分か。いや、引けないか。スポイトのフラグが、これドローン光からですか。ドローン光ですね。あの降りた瞬間に起爆するように投げてましたね、タイミング合わせて。そんなうまいのできるなら見せてくれ、もっと。リープスも落ちた。いや、うまいな、すべてのピーク読んでますよ。またしても残ったこの2人、ただ先ほどよりも絶望的。ちょっとどうしようもないですね、ここは。ここに来て MAT 攻め弱くなりましたね。ここでまたなんかギア上がってきましたね。しっかりとドローンも回して、情報は取らせず自分たちで情報を取っていく。アタッカーズはドロップ。
ここで一旦つきたいですよね。そうですね、情報取って階段見つけた。しっかりもし取られたとしてもカバーできるような位置取りで打ち合いたいですね。逆にブリードの2人は何かしらで1キル、そうですね、どっか拾いたいですね。まず隠れてますね。ここで落ち着きもいいですね。一旦1分もあるので敵の位置しっかり追えますもんね。さあ2階はもう絶対にいないぞと。待ってますね、タイミング合わせ。さあ2人で潰しに行くか。タートがヘイトを取ってメンタリストが潰しに行きたいんですが、おっとまずは一人。大丈夫か。アイコニックの設置、まあこれは全員で詰めていくという判断。うまいですねスポイト、ね、最後もスポイト。スポイトのこれはうまさ、最後の2キルは出ましたけれども、その前はしっかりチームでの合わせが見れましたね。そうですね、もう絶対にミスらないように同じとこ 2,3 回回しましたもんね今。うん、さあオーバータイムですよ。ここで結構 MAT 側の攻めはかなり、まあ、一般そんな難しい攻めはしてないんですけど、かなり敵のピークを警戒した攻めですね、はい、してたので、まあ、それにちょっと噛み合っちゃってますよねブリードは。ただ地下は取れてないのでいい防衛地点だと思いますよ。さあスポイト14の8、防衛が1か2とかでしたよね。そうですね、攻撃になってからかなり敵のピークに対して対応できているので。さあカップ感は変わらず、メンタリストが拠点の中こもりながらも遊撃今回も出そうです。このピック見るとまたさっきやってたように上取ってフューズで突き下げをしてロビー側の攻めですかね。ワインじゃなくてスノーモビル側でプラスかなり出てくるので遊撃スポイトのジャッカルで足跡取りたいなって感じですかね。そうですね、今回はスポイトがジャッカルを持ってきた。上に対してドローン入れました。サンルームであったりこういうところであったり定点うまいですね。うまいですね。サンルームもヘリに乗せるドローンというかね、ありますもんね。上のヘリに乗せてサンルーム回とサンルームを見るドローンですね。おー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 おお、なんか撃ちそう。ああこれはドローンで見つけて撃ち込まれた。タードも生き残っただけ良かったですね。あそこは拾われないで下がることが大事ですね。この地下の攻めっていうのは半分どちらかを取って、まあ、ワイン攻めかロビー攻めとかするんですよね。でその時にリテイクをするっていうのがまあ一般的な流れではあるので、死んでしまうと本当に辛くなるんですね地下の遊撃で守りって。拾われないでいくら下がれるか。うおおお、スポイトはちょっとずつちょっとずつダメージを言いますが、一人降りた。これでドローンで下げた。そうですね、ドローンだけで連下げることができたので、こうなるとゴメスのヒューズがそうですね、ここから突き下げをして、急に MAT は攻め上手くなりました、ね、上手くなっていきましたね。急にスピード感といい、こう取るエリアの再現性とか上がってきましたね。さあ3発以上あそこに打ち込むでしょう。ただもう一個課題は最終盤ですよ ね、はい、そうですね、最終盤ですね。最後の最後の攻めというところでの事故が今のところ MAT 起きてしまっている。アスピのポジショニングによってちょっと裏はガレージいましたね、はい、見なくていいので。しかも正面まだ割れてないんだ。しかもインパクト残ってたんで右に張らなければいけない。ただそれはまあ、ちょっとこれギリギリか、壊れた。まあもう一個残っている。ただ時間が残りそう。ゴメス降りた、ゴメス降りた。やりたいと、いやーやりきれない。ニタロセルよく耐えた、よく耐えた。そしてスポイトインジャー。これはブリードかなり
いや、いい手でしたよね。張る瞬間に降りて中取っちゃうっていう動きですもんね。リープスよく耐えたディアス・ルーカス、詰めるしかないんですが、厳しいかちょっと詰められない。リープスが持っていく、小部屋から降りますが、そこに対してはしっかりとカバー、ヨガがメンタリストを落としますが時間がない。いいカバーですね。どうしようもない。リープスよく耐えましたね。あれルクスノーモビルのあの目の前で耐えましたね今。やっぱ最終ですね、メイティは。ここはヒーツチャージ2個を残してたのは良かったんですけどね。そうですね、まあ、あんだけ突き下げをしていれば、まあ、どこ張っても普通開くと思いますもんね。うん、いや惜しいな今の。ディフェンダーズプロテクトヨーバームズフォンビングディフューズバイアタッカーズ。いや判断も良かったんですけどね。インパクト投げられたんだったら、投げるタイミングが入れば、あそこいるから手前もどかせるんでね。あれで一気にラインを下がって、あとはまた小部屋からのドロップとかで設置を狙いに行こうとか。そうですね、まあ、あのキルが取れる取れなかったっていうのが、まあ、本当に今のライン、ラウンドの取得に関わってきますよね。サーブリードマッチポイント、このグループ C で2勝を挙げる可能性が出てきました。オーバータイム入ってからのブリードかなり強いですからね。強いですね。2勝となると3位までこれで浮上しますね。2勝1敗、明日のバータスプロに勝てば2位まで。すごいですね、そうなると。攻めのピック見るとかなり狭めに攻めていきそうですね。バーゴラクで、上のガジェット取りつつ、このタードのブラバでですね、この平面の F ナッタマイン取って、上に圧かかってるタイミングでしたから上がるっていった動き。いやー、タードは1個ずつ1個ずつ F ナッタマイン取りますね。これで上にこう視線が集まってる時に現地の中入っていくっていうムーブ多分すると思うので。あースーリアまで取っていく準備できてますね、これだんだんと。まあ、行かないにしても現地の守ってる防衛側の選手は見ないといけないんですよね、平面は。そうなると同じルートで行ってもいいですからね今の。さあ下がっていく。現地から2階へのカバーはこれで難しくなったかもしれませんですね。これでうまく2階に、ここから2階来るぞっていう感じでいけてるので、ここから上に圧かかったタイミングでタートの動き注目ですね。アイコニックのブラックアイが何を待っているのかは気になります。こう上にすごく圧かかってる、ヘイトかかってるタイミングでのタードの差しが本当にどれだけ刺さるかがかなりこのラウンド分けますね。中間階もプレッシャー結構かけなきゃいけないですから、スポイトは降りた。ゴメスに耐えてもらおうという形。あー、ドローンでバレましたね。バレましたね今。こうなるとアイコニックカバーができない。ただタードも詰めてる詰めてる。うわー、リープス持ってった。さあこれで中間階取った。さらにはタードがスポイト落とした。勝利まであと3人、ただ時間は残り30秒。いや、ただこの平面のアングル取れてるのでかなり現地はきつそうですけどね。このディアス・ルーカスのポジションさえ潰せればといったところですが、残り時間15秒で降りていった 5v3。 さあ最終盤の合わせ、いやー、いいプラントだ。アスフィーの設置は完璧だ。いや、完璧ですねこの1キル。ディアス・ルーカスが1人持ってきますが、これは設置止まらない。最後は方面メンタリスト、素晴らしい。この死のグループで2勝目を挙げたブリード、プラントのカバーという詰め方という全てがうまかったですね。最初設置位置も本当に良かった。いやー、ブリード
強いな。これでグループ突破が確定かな。そうですね。グッドゲーム GG。GG。いやー。最後の囲み方も盤面の作り方うまかったですね。うまかったですね。MAT としてはどっかで当たってキル拾いたかったんですけど、すべてこう透かされて、うん、なんならどんどん現地の周りガジェット取られてたので、現地組は上にカバーいけなかったんですよね。いやこれでブリードは2勝目。明日の、今が7ポイントになったのかな、これで。はい、明日の結果次第では W7M に追いつく可能性ありますね、11ポイントで。2位ですかね。2位、1位になる可能性も全然いやこれはジュリオパワーかもしれないですよ。ジュリオのコーチ入ったのは本当に大きいですね。そうなるといいですね。すごいですよ。いやもちろん他のグループだったら全然1位通過もありえてた。ただそんな中でのこのグループ C でリキッドと MAT に勝って、明日のバータスプロ戦も楽しみになってきましたね。明日バータスプロなのか。そっか、はい、かなり楽しいんですねこれ。本当に2位通過もちょっとバータスプロは今他のチームのメタとは違った戦い方をしてくる。そうです、ね、チームで W7M を落としている、乗ってるチームではありますから、どうなるかといったところでございます。まあまあまあ今日は、まあ、これでデイ4が終わるといった形となりますが、はい、まあね今ちょっとけ、結果の画像を待っている形になるので、まあ、その結果のね画像が出たら改めて全試合の、はい、結果をねお届けしたいなと思います。まあ、でもこのデイ4は今までのデイ3と違って時間的にも10時半まで来たということで、 2-1 の試合が多かったですね。かなり接戦が多い試合かなと思いましたね。まあ、そうなると明日もね接戦期待したい。 G2 対ダークゼロ、はい、めちゃくちゃ楽しみですね。これはね日本語配信行いますよ、 G2VS ダークゼロ。いや楽しみですね。明日日曜日ですもんね。はい、めっちゃ見れますねみんな。そうですね、めっちゃ見れる。今が土曜日で、はい、土曜日の夜から日曜日にかけてなのでめっちゃ見れますね。 G2VS ダークゼロ、このグループステージ見続けて見ない人いないでしょ。いないでしょこれ見たいでしょみんな。そして2位決定戦のブリード VS バータスプロであったりとか、はい、スカーズ対ファルコンズ、ね、なんといってもスカーズ VS ファルコンズ、グループ突破をかけた、勝った方が、勝った方がです、勝った方が突破、勝った方が突破です本当に。いやそして MAT は両時間良かったんですけれども、2マップ目3マップ目やっぱちょっと不安が残る、そうですね、結果になりましたね。この1年メジャーは2回とも出て、そしてこのインビ来たんですけれども、あまりいい結果が世界戦では毎回、そうですね、世界大会になった途端なんかちょっとダウン落ちちゃうのかなっていうのペースが、ちょっとそこがね、まあ来年2024年シーズンもありますけれども、さあちょっとじゃあグループ C のランキングが出たみたいなので見ていきましょうか。今行われた試合のランキングですね。 W7M が11ポイントで1位、バータスプロとブリード明日戦います。勝った方がじゃあこれはもう決まりですね。そうですね、グループ2位になるといった形。リギット VS MAT、 MAT が2勝しないと、 2-0 で勝たないといけないといった形ですけれども、リキッドは逆にまあ、1マップもしくは、2-1、2-0で勝てば、まあ、1マップ取った時点でって感じですよね。そうですね、まあ、3位になる可能性がね、はい、リキッドは勝てば3位になります。ただ負けると4位なの で、 です、ね、リキッドも勝たないといけないです。はい、かなりリキッドもギリギリのドラインですね。ギリギリのラインです。本当に死ぬグループだ。なんでリキッド4位なんだろう。リキッドは3取れば、まあ今3取っても4位の可能性も全然あるのか。ありますね。バータスプロ勝ってブリードも。ブリードが 2-1 で勝ったりすると。たりすれば。いやリキッド4位がじゃあ結構今濃厚なのか。そうなりますね。どちらかが勝って負けて3ポイントでも、まあそうですね。はい。
まあ、改めてポイント説明すると 2-0 で勝つと4ポイント 2-1 で勝つと3ポイント 1-2 で負けると1ポイント 0-2 で負けると0ポイントという形になるので、はい、まあ、W7M はすでに、4試合終了で11ポイント確定。バータスプロは 2-0 で勝てば、W7M を追い抜いて1位通過、はい、ブリードも 2-0 で勝てば11ポイントただラウンドディファレンスとか直接対決という部分があるのでそれがどうなるかですけれどもラウンドディファレンスだとしても10の差が開いてる。そうですね、うん、かなりちょっと厳しいかなっていうのはあるのでかなりの差で 2-0 で勝たなければ MAT としては4位に入りづらいと。そうですね、わーってなのでこの負けかなり痛いですね今のこの試合は。はい、まあまあまあでもリキッドがそして、グループ C、グループ C っていうのもありますけれどもルーザーズからスタートになる可能性があるっていうのがリキッドと当たるチーム嫌ですね。嫌ですねウィナーズでせっかくグループ抜けたのに負けたらリキッドと戦わなきゃいけない。わあ、いやーこれは大変だそして MAT は 2-0 で勝たなきゃいけない。またまた厳しい戦いになりました。そうですね、ちょっと攻めに課題がありそうですね、はい、あの感じ他の NA チームが頑張ってる分ねここの MAT も活躍期待されていただけに、はい、ちょっと難しくなりました。さあじゃあちょっと口頭ベースで、本日の結果、お伝えしていきたいなと思います。まずはマッチ1、フェイズクラン VS チームブリスはいやブリス1マップ取ったんですけどね惜しかったですね本当に、はい、2対1でフェイズクラウンの勝利となりました。そして D プラス VSSG SSG は、まあ、ここも 2-0 で勝利ということで、はい、SSG も、まあ、ウルブスに負けては負けてはしまったもののその後は結構順調に順調にちょっとずつ調子を上げてますね、はい、勝ち点を稼いでいっています。そしてスカーズ VS ロスこれ惜しかった惜しかった世界大会準優勝チームに2対1でもナイトヘイブンラボという強いカードをこれで世界に提示したわけですから明日のファルコンズ戦すごいですよね本当に、はい、ナイトヘイブンあんなにあれはもうイグジストはバンします練習はしたいですけど、ね、練習はしたいのでいっぱいありますけど大会はバンします、はい、さあそして MATVS ブリード先ほどお届けしましたブリード勝ちましたこのグループ C で何度も言いますがこのグループ C で2勝目すごいですよリキッドと MAT いやすごいな本当にブリードリキッドと MAT を出しました。このブリードは APAC チームですから、はい、皆さんねぜひね選手の方はブリードとスクリームしてください。多分ブリードに対してスクリームの予約リクエストはいっぱい出てくるでしょうねちょっと受領と話したいから予約しようかな話せます大丈夫ですか。 Google 先生がいるんで大丈夫ですさあそして明日のスケジュールもお伝えしていきましょう。明日最終日ですグループステージ4チームの敗退が決まります。いやマジか。まずはフェイズクラン VS ウルブス。フェイズもちょっとねこのグループステージ苦戦してますよね。そうですね、フェイズというかブラジルチームがちょっと苦戦してるかな。苦戦してますね、はい、全体的に。まあこの1年間ブラジルが強すぎたので。あそうですね、強すぎたのでそりゃ全チームブラジルを意識して戦ってくるだろうっていうのの中でのこの苦戦だと思いますからまた一つレベルアップしないと、まあ、レベルアップすることを求められた、はい、そうですね、ブラジルチームがこの後どうなるかですね。まあでもこの2チームはおおよそグループ抜け決まってるのかな。この2チームは決まってると思います。はい、っていう感じです。そして世界的には大注目が2試合目でございます。いやこれ見たいですよ。 G2VS ダークゼロ今最高潮 G2 優勝候補第一候補ですね今ね。そうですね、はい、G2 それに対してダークゼロ。いやもうめちゃくちゃ面白いですよこの試合。3マップ見たいですねこれは。4マップ5マップ見たいですよ G2VS ダークゼロがやってまいります。さあそして3試合目日本チームにとっては日本ファンにとっては重要な試合スカーズ VS ファルコンズ。いやこれ勝った方が勝った方がグループステージ突破です。負けたらグループステージ敗退ってことはもう今日みんな寝ないで見ましょう全部。
まあ、本当に時間左右されますから、はい、何時になるか分かりませんから、まあ、寝るとしても、まあ、G2 戦も見たいですしね、フェイズウルブスも見たいから、いやーちょっとどうしようか、朝まで起きてるしかないですね、一旦オールで。でそのスカーズファルコンズまあスカーズが勝って、はい、気持ちよくバータスプロ VS ブリード1位から3位決定戦。いやー本当か、熱いっすよ正直これめちゃくちゃ熱いですよ。グループ C の中での順位決定戦が始まります。いや熱っ、デイ5おもろ最後の最後のグループステージデイ5はこの4試合をお届けしますから、まあ、休日なんでねみんな見れますよね。はい、ぜひぜひお楽しみにといったところでございます。まあ、今後のスケジュールをお伝えするとこのデイ5が終わった時点でグループステージ終了、はい、その次の日は1日休みになります。はい、でその1日休みが終わった後に、3日間かなステージ2、グループステージステージ2のデイ1がウィナーズの4試合行われて、次がウィナーズ、その後もウィナーズ4試合かな。はい、かなりありますね。はい、でその後にルーザーズが入ったかな。なので本当にだからルーザーズだとしても勝ち上がればスクリームがいっぱいできるんですよ。そうですね、スカーズから経験を集めますね、はい、っていう感じでございますから、ぜひぜひね明日のスカーズ買ってもらって、でその3日間かな、4日間が終わって1日、もう1回3日間ですね、3日間やって1日休みがあって、はい、その次からオフラインです。いや見たいですね、スカーズがそこでやってる姿が。ブラジルオフライン観客すごいっすよ皆さん、ブラジルでねオフラインやってるので見てください。もうお客さんの盛り上がり他地域と違う、みんなサンバしてますよみんなで立ち上がって一生叫んでます、みんな踊ってます。しかも今回は席も30分以内で全部完売してた。うわすごい、すごいらしいですもんね、街でもインビ頑張ってねって言われるぐらい熱が入ってるっていうんで、本当にすごいこのブラジルの熱が会場にやってまいります。そして、そのオフラインが3日間あって土曜日と日曜日で、はい、次シーズンと、そしていやーないんですよとうとう9年目か、はい、いやーないの発表もあります。次のメジャー、まあ、5月は出て、あ、こう全部出たか、全部出てんだっけ1年間のメジャーとインビ、ちょっとマンチェスターが行きたすぎてマンチェスターしか出てないですけど、まあ、とかとかイヤーナインがどういう、こうオペレーターとかどういう変更が起きていくのかっていう予定だったりとか、あとはまあなんか他のね重大な発表もあったりとかもするかもしれませんし、なんなら次のシーズンの発表は土曜日にねあったりもするかもしれませんので、はいはい、そちらもお楽しみといったところでございます。まあね、こっから1週間ぐらいかけてインビが続いていきますけれども、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。さあこちらもですね、本日と同じく21時30分からの放送開始予定しております。まあ明日の注目試合はね言わずもがな全部です。全部です、はい全部でございます、まあ、スカーズ対ファルコンズは絶対見てほしいですね。そうですね、はい、まあ、そして、最後にですけれども、今年も3月から RGL がスタートしてまいります。まあ、直近で言うと CAG がロースター発表しましたね。しましたね。ちょっと爆発力しかない。まあ、シューリープと白猫、シューリープ白猫、あとコーチに、スズシーと DD さんが入ったのかな、ね、はい、でメンバーとしてはアニツン、ブラックレイが入って、チビスが入って、シューリープ白猫ということで、はい、なかなか爆発力のあるメンバーが揃いましたね。そうですね、はい、いやどうなるかでございます。まあ俺ら勝つんで、まあ他チームもいろいろどうなるかという部分がこうなると気になって、どん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 ねロースター発表とかもあるかもしれないですね。ですね、はい、イグジストもいつになるのか、はいはい、まあ今後期待ということで。そうですね、イグジストもね裏方のメンバー、はい、はい、募集してましたもんね。ということはガチってことですね俺らも。そうですね、来年はまあちょっと2枠にはなりましたけど、世界大会それでも直接で2枠いけるわけですから。そうですね、はい、もう俺まずマンチェスター見てますから。もうそうですね、マンチェスター見てここにちゃんとサインもらって帰るんで、マンチェスターシティのとりあえずこう行って、はい、世界大会出て、世界大会出てちょっと帰りずらして試合見て帰ってきますちょっと今回のソルティさん次のメジャーは意気込みが違う、はい、生のハーランド見に行くんで頑張っていきます。
さあ、というわけでここら辺もね楽しみにしてください。 RJL の試合はですね、こちら皆さんが今見ているチャンネルの方で行われますので、レインボーシックス日本公式チャンネルのフォロー、そして X の、フォローよろしくお願いします。というわけで、本日は長かったですけれども、ご視聴いただきありがとうございました。前半の実況解説、山野友蔵さん、クレイジーパピオンさん、後半は岡山とソルティさんでお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではまた明日の放送、明日、明日ですよね、一応。11時間後。そうですね。11時間後の配信でお会いしましょう。まあ、今言ったご飯食べて、休憩して、はい、めちゃくちゃ暑い試合待ってますので。はい、11時間後の配信でお会いしましょう。はい、それではまた後で、バイバイ。バイバイ。